これでさっき来たやつとな、ポメマルさん D45 試し弾きする時の曲決まってんですか、ニーリアングなんですかねと。いやいや決まってるわけじゃないんですついつい弾いてしまうっていうやつですね、僕なんかが。だからまあ D45 のまあ代表選手なんですよ、ニール・ヤングとかスティーブン・スティルスさんがね、あとはガロですね。なんで自分が憧れてた人が D45 弾いてる人、自分もそうなりたいっていうのがあるんだろうね。で逆に言うと D18 とかっていうマホガニのギターなんかだと、ポール・サイモンのさっきのね、小雪ちゃんじゃないけどフィンガーピッキングの曲とか、アンジーとか弾きたくなったりとか、何でもいいんですよ別に、決まったわけじゃないからね。でもなんかほら最初に手に取った時にさ、自分の今日は D28 だ、何弾こうかなみたいなのがあるわけですよね。試奏をする、楽器屋さんで試奏するのに、前も言ったけど、ちょっとほら人がいるとさ、あいつ何弾くんだろうとか言われるですよ。昔はもうアコースティックギターと大体こんなやつとか、あとちょっと前だとかね、そんなのが多かったんだけどさ、あとちょっと上手いとアンジー弾いたりとかね、あるんですけど、僕なんかは D45 持つとやっぱニール・ヤング弾いちゃう、この音がこういうちょっとこう叩くね、ミュートするやつも、あとだからカウガウル・イン・ザ・サンドとかね、みたいなやつを弾いちゃうんだね、やっぱりね。ああ修正というか取れないね、昔のそういうやつは。えい、洋物も来てます、いっぱいね、洋物。あさっきね、今度のテーマがオールドフレンズっていうことでね、オールドフレンズリクエスト来てますね、ひろみさんね。オールフレンピア、今ストリングスの真似しましたけど、オールドフレンサトメバーテンチャイプクエンスニュースペーパーブルー。毎回テーマはこうちゃんが考えて、そうですよもちろんね。煮詰まった時はちょっとね、ギャラリーのオーナーとか相談して今度どうしようかとかありますけどね。ともみみさん、イーグルスの Life in the First Rain、 駆け足の人生ってやつですよ日本語だとね。これだ、こういうやつ。これ生ギターだと情けないね。あ、コアさんはやっぱりイーグルスはベストオブマイラブ。しか知らないな。ねえ、Here's the end of every day. To lead a better life, I need my love to be here. Here. Making this day of the year. 名曲だよね。名古屋のマリコ、I'm a loser. I'm a loser. I'm a loser. But I'm not that I have been.サモさん、イエスのランダーバウトの冒頭、スティーブ・ハウスさんのところ、これもよく思想で弾きますね、このとこね。ヒロミさん、ベンチュラーハイウェイ、一人じゃ弾けないんだこれな、違うんだよ。
構だ。乾杯して。Chewing on a piece of grass, walking down the road. I mean, how long you gonna stay here? ハルフォさん、ディップアップのカバーしていたビートルズの We Can Work It Out。ディップアップのやつだっけ？恋を抱きしめようだね。アイヨさん、アイヨ、Love Me Do。ジョンのパート。You know I love you, I'll always be true. So please, love me do, oh love me do. Please。こちらは日本の国産ものいきますか。国産ものね、国産ものはなあちゃんさんは青春の影、君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。長いとこはね、裏声でいくか地声でいくかいつも悩むんですよ。すごいちょっと半端なとこなんだね。ぴょっこんぺたんぴったんこさん、香川さんの教訓1、できれば2番はなぎらさんの教訓2だよね。命は一つ、人生は一回だから、命を捨てないようにね。なぎらさんは命中は60度、人は40度だかって吐いちゃう、吐いちゃうやつだからな。天子さんはかぐや姫の曲は定期的に聴きたくなります。マキシーのために。マキシー、それがお前のあだ名さ。マキシー、お前はバカな女さ。マキシー、いいですね。端っこさんは、フコースの別れの情景で坂崎さんが以前別れの情景の転調が印象的だと紹介されてましたが、転調とは何が変わることでしょうか。ああ、具体的には何が変わったんでしょうか。リズムか高さか。これはだから調が変わるんですよ。転調っていうぐらいですからね。調が転ぶ。調、まあ調が変わるんですよ。調が変わるっていうのは大調が小調になるとか盲調になるとかじゃないですよ。これはだから最初は少し離れた方がいいみたいでしょ。 C 波長調です。そんなに疲れるなんてもう二度と、タレレダラレレルなら必須。ここで半音上がってんだね。だから僕は分かんなかったんだけど昔は。なので波長調からA 波長調にだよね。変波長調はフラットだよね確か。変の方は半音低いんだよね。 A の方は半音上がりだったでしょ。 A っていうのは漢字の A ですよ。シャープっていう。なんでキーはこれ C から C シャープに変わってるんですね。わかりますか。高くなってんですよ。調が変わるっていうのは今ドレミアソラシドこれで言ってください。調が変わるとこれで変わりましたね。調がね、これとこういうことです。曲の中でこの調が変わるんですよ。普通だったらこれだったら変わらないんですね。C の波長調のまんまなんですけど上がっちゃうね。ここにはびっくりしたっていう話をしたんだけどね。お分かりになりましたでしょ。リズムが変わるっていうのはよくアルフィーがやってたりするんだけどさ、一番リズムが変わってる分かりやすいのはあれかな。
アンクランドキングダムとかかな、あれなんかは途中で曲、リズムが変わりますよね。うん、アルフィーの変拍子っていうのはだから表紙が変わるんですよ。変拍子っていうのはだから4分の4っていうのが 1,2,3,4 ですね。これが、たまに4分の3が入ったり 1,2,3,4,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3。 これ4分のならまだいいんですけど、これ8分のになるとねややこしいんだな。8分のはめちゃ嫌ですよ。なんだっけ、あれなんかそうですね、原野菜なんかね、うん、じゃあ、それまでは普通に8分の8っていうか普通のね 1,2,3,4,1,2,3 ってやってるのが途中でタタ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 になったりするっていう、ややこしい。うちのドラムが一番大変ですよ最初。慣れちゃえばいいんだよこういうのは。でも変拍子とか慣れちゃうと気持ちいいんだけどさ、だからみんなが手拍子してると合わなくなったりするんだよね普通にやってっとね。曲を何度も聴いてる人たちは変拍子が来ようが何が来ようがこの曲はそういうもんだと思っちゃえばねいいんですけどね。この曲がそういうもんだと思っちゃえば楽なんだけどさ。ロータスさん、受験生ブルース、おいでみなさん聞いとくれ、僕は悲しい受験生、砂を噛むような味気ない、僕の話を聞いとくれ、今まさに受験で頑張ってる学生さんたちにエールをと、ね、そうですよ、正月はないと、一生のうちそんなにそういうことはないんで、やるときはやりましょう。そうです、もうね悔いのないように、あん時正月サボったからなとか思って後でね、ああと思うよりはやるだけやって、もうダメだったらもうそれはそれで次に向かうね。いつまでも引きずってもしょうがないですから、そういうことなんですよ。人ごとだと思って言ってますけどね。でも自分もそういう時あったんですよ。ただ受験日間違えたから何の説得力もないんです僕の場合は。